着の動画でインターナショナルウェメンズデーの時にある人にインタビューをさせてもらったんですけど、その時の内容がマインドブローイングでした。 So this is an international women's day. Can I get a message to encourage women? There's a thing called imposter syndrome. It's just everywhere where people think that they're not actually that qualified or that they're not good enough. They're just an imposter and the reality is they're actually doing fine and they are totally qualified what they do. Are you okay?そう、インポスターっていうのがあるらしいです。その言葉の意味自体は他人を欺く詐欺師っていう意味なんですけど、でも I have an imposter とかっていうととても自己評価が低い人のことを指す時に使われる言葉みたいです。すごくこう他人から見れば全然うまくいってたりとか本当に成功してるような人なんですけど、自己評価としては自分は認められてないんじゃないかとか、全然うまくいってないんじゃないかとか、何か自分の実力で成し遂げたとしても、ああただ運が良かっただけだったとか、すごくこう自分の成功を認めてあげにくい人のことを指す言葉みたいです。ですごくこの気持ちが分かるので、今回ビデオを作りたいなと思いました。例えば何か新しいことを始めようと準備してたりとか、始まるって決まった時、実際それをやってる時、こうその時に限っては結構自分成長できてるなってこう思えたりもするんですけど、こうプツッと切れてその経験がなんかこうゼロに思える時があるんですよね。てかそれがほとんどの時なんですけど、なんていうのかな、その経験がこの自分でもできるものだったっていうことに過ぎなく見えてくるんですよね。でなんか全然うまくいかないなとか、ちょっとこれはインポスターとはちょっと違うかもしれないけど、でもこうすごく自分でこううまくやれてないなって思うことは結構あります。本当にまあ劣等感自体は私はいいことだと思ってるんですけど、自己評価がすごく自分の中で低くなってくると、もうエナジーコンシュームがすごいのでちょっと本当に直したいなと思ってて、いやちょっと私流のインポスターの話になっちゃったので、改めて言うとインポスターっていうのは自分のこう自己評価がすごく低くなってしまっている状況です。自分の実力でやったことでも、これ自分の実力じゃないんじゃないかとか、自分の力でのし上がってもそれが自分に見合ってないとか思ってしまう、とにかく自分がやってきたことを否定してしまう感じですね。で、思いつく対処法を2つ紹介したいと思うんですけど、私がインタビューさせてもらったその人が言ってたインポスターの対処法、それは周りの人もみんなインポスターだっていうことに気づいてっていうことです。自分だけじゃ絶対にいないってこと。例えば新しい学校とか新しい環境に行った時とかって、絶対周りの人が自分よりもこう自信があったりとか頭がよく見えたりとかそういうのがあったりするけど、でも実際はその自分が、あこの人自信ありそうだなって思った人も、後々になってみると裏ではその人も、あみんな頭良さそうだなとかって思ってたり、同じことを思ってたりとか同じこと言ってるじゃないですか。なのでこう割とこう自己評価が低い、特にこう周りとこう比べてしまって自分の評価が低くなるっていうことは往々にして結構あることなのかなって思ったりします。私みんなが本当に悩んでることなんじゃないかなって思います。もう一つはこれは私が思ったことなんですけど、こう前もちょっとなんかで言ったかな、こう自分の成功をちょっとこう確認していくこと。私はこうさっきも言った通り、自分がやってきたことが途中でこう見えなくなってしまったりとかこう消えていってしまうタイプなので、なのでこうなんかリミットを感じたりとかできないなって思ってしまう時は、今までこう形にできたりとか成し遂げられてきたこと、本当にちょっと小さいことでもいいので覚えていることをとにかく全部紙にわーって書き出すようにしてます。箇条書きでも何でもいいんですけど、書くとこうスッキリする時ってありませんか？なんかこう例えばやることが多くてどこから手をつけていいのかわからなくなった時でも、こう紙に全部私は書き出してみるんですけど、そうすると割とはこんだけかと思うことがあったりとか、自分の頭の中でこうこんがらがってるだけだなって思うことがあったり、自分がこうできてきたことを紙に書いてみると捨てたもんじゃないなってこう思える時が割とあります。なんでこう小さい成功とかを時々書き出してみて思い出してみることも効果的だなって個人的には思います。皆さんはインポスター感じる時ありますか？あとは何かいい対処法がねあれば私も
実際やってみたいなと思うので、それも教えていただけたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。